ズニケラトプスは、後期白亜紀中ロニアン紀のニューメキシコ州周辺に生息していたツノリュウ類である。主要なツノリュウ類よりも約1000万年早く出現しており、ツノリュウ類の祖先形質を推定する上で重要な生物である。ズニケラトプスは、体長およそ3から3.5メートル。高さは、腰部で約1メートル。 体重は100から1 5 0ラムほどであったと考えられている。首から後頭部にかけてのフリルには穴が開いていたが円頭頂骨を描いていた。額に角を持つ北米のケラトプス科の恐竜としては基地のもので最も古い属である。この角は個体の成長とともに大きくなるものであったと考えられている。ズニケラトプスは1996年。 当時まだ8歳だったクリストファー・ウルフ少年によってニューメキシコ州西大部のモレノヒル層から発見された。この時出土したのは一つの頭骨と他数個体分の骨であった。近年になって新たな骨が一つ見つかり、当初は同恐竜の臨場骨ではないかと考えられていたが、その後のトロニクスという別の恐竜の座骨であると同定されている。ズニケラトプスは プロトケラトプスのような初期のツノリュウ類と後期に出現した大型で巨大な角やフリルを持つツノリュウ類との進化的な中間段階にあるものの一例とされている。これはケラトプス類の系統が北アメリカ大陸に起源を持つという理論を支持するものである。最初に発見されたズニケラトプスの標本は単根派だったが後の標本では複根派となっている。このことは ズニケラトプスの歯が成長とともに単根歯から複根肺と変化していったことを示唆している。ズニケラトプスは他のツノ流類と同様に草食動物であり群れをなして行動していたとされている。ズニケラトプスはアメリカのテレビ番組ディスカバリーチャンネルでウェンダイナソーズローミドアメリカとして特集が組まれ取り上げられた。ありがとうございます。